はい、いくよ、うん、3、2 FM ギノワンの FM ギノワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でござります。久しぶりにござりますって言ったな。はい、大丈夫ですよ。たまにはあのござりますあった方が俺はなんか嬉しくなるから。あ、そうなの、はい、よくわかんない。はい、ではそんな、はい、メンヘラ2人でお送りする、はい、ラジオ番組ですが、始まりました、はい、リスナーさんからの、メッセージと、うん、常に受け付けております。はい、はい、メールアドレスの方、夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。うん、はい、メンヘラジオ第69回の収録となっております。うん、はい、はい、もうすぐまた節目の、夏実さんの大好きな節目の70回となりますけれども、わお、やった。はい、何祭りするじゃん。何祭りかな。まあ第70回、もう1月の後半になってるはず。うん、70回はね、1月の29日になって、はい、2月からは、FM ギノワンさんも、改装に入るわけですけれども、うん、残念ながらね、この僕らが収録させてもらっているビースタは変わらないっていうふうに山口社長おっしゃってまして。そっか、はい、まあいいんじゃない、まあいいかな、うん、あ、そのうちさせてもらってるのも、そう、ね、ありがたいです。そうね、そうね、あの夫婦でなんかやらせてもらって、ね、あと、そう、これ言わないといかなかったよ。何、何、昨年2023年中に、うん、夏実さんのね、漫画、夏実さんの実体験をね、元に、うん、夏実さんが書いた漫画の、うん、ウチナーグチ版、うん、英語版が完成しまして、無事、うん、はい、ウチナーグチ版の方を、FM ギノワンさんに、うん、はい、持ってきました。持ってきて寄贈しました、させていただきました。はい、それでありがたいことにね、なんていうのかな、カウンターって言ったらいいのかな、スタッフの机があるとこのね、そうです、そうです、そうです、ね、うん、はい、スタッフさんがいる側のね、うん、入り口から入ってすぐ右手の方に、うんうん、マナミンさんが、飾ってくれてます。そうそう、飾ってくれてますので、うん、当然飾ってるのを眺めるだけじゃなくて、手に取って中身も読んでいいものではありますので、そうそう、見てください。はい、ぜひ、FM ギノワンさんの方で、うん、夏実さんのウチナーグチ版の漫画が読めます。はい、はい、ぜひ、いらした際はお手に取って読んでいただければと、読んでいただければと、はい、では本日は、はい、本日も短いお時間ですが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、ツイキャスもやってます。覗きに来てください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、先週に引き続き、はい、本日のトークテーマは、うん、恋愛となっております。どどん。はい、先週は沖縄大好きさんが、うん、中学生の頃に、うん、まあ、失恋が多かったっていうことですけれども、うん、こんなチャンスがあったよっていうお話もありましたが、ね、放送中にね、ちょっと紹介できなかったんで、うん、よかったら、そのチャンスがあったところのエピソードをもうちょっと読み上げていただければ、ね、はい、ね、はい、沖縄大好きさんから、ね、沖縄大好きさん、そう、チャンスありました。お、中学の頃に女の子から手紙をもらってました。お、クラスメイトから預かってるよって渡されて、相手は結局誰かわからないけど、うん、もしそれで繋がってたら付き合ってたかもっていう、
最初はからかわれてるのかなって思ったけど、ガチなのが伝わってた。手紙の内容からかな。で、結局タイミング合わなくてすれ違いましたっていう話です。いや、でも、その預かってるよって言って渡したクラスメイトも、うん、誰々から預かってるよっていう、なんか、もうちょいなんか、なんていうの？もうちょい。アナウンスがあってもね。あそしたら、ワンちゃん、中学生の時にね、うん、彼女ができてね、うん、制服デートなんかしちゃったりさ、あったかもしれない。いいね、いいね、制服デート。ちょっとそのクラスメイト、もしかしたら預かったよって言って私はしたけど、うん、そいつもなんかもしかしたらその子のこと好きだったん違うの、だから黙ってたんじゃないの、あえて 誰と言わなくて。ああ、そのパターンか分からんけど、はい、タイミングありますな本当に、はい。で、はい、職場恋愛もないなって、沖縄大好きさん、あというかこれまでの職場はすでに結婚してる人が多くて、あ、そうなんだ、あとはすでにできてましたとかが多かったかもって。あ、本当。うーん、でもね、沖縄大好きさん、なんていうのかな、自分のなんていうの、それこそ趣味というか、うん、ヒーローショーとか行ったり、うん、例えば、まあ、ラジオもそうだし、うん、いろんなところにね結構アクティブに行ってるから、その行く先々ですごく出会いとかはありそうなイメージがあって、そうね、なんかそこでなんていうの、同行の詩というか、待って待って、同行の詩って何、目、うん、じゃあその目の同行じゃなくて、同じ好きって書いて同行っていうんだけど、あ、同行、うん、同じものが好きな同士で、うん、例えば異性の方、うん、その場にいる異性の方とお近づきになったりとかも、うん、あるいは今だったらさ、うん、そういったなんていうのか、出会い系アプリって言ったらおかしいけど、うん、なんてマッチングアプリ、マッチングアプリ で、ね、趣味が同じ人とか、そう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 、私にこれ好きですっていう、そうそう、比較的今は探しやすいようなイメージがあるんだけどね、うん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 、あ、そう、ごめん、あと一個気になるのがあってさ、はい、読んでいい、マイクから離れてるんでちょっと、はい、はい、読んでいい、はい、沖縄大好きさん、はい、あれ流行ってなかったですか、スマホが出始めた頃に流行ってた斉藤さん、うん、斉藤さんって何、分からん、ロアさんも斉藤さんは特にやってた人はいたようなって言ってから、斉藤さん、うんとね、悲しいあれかもしれんけど、俺スマホ持ったらすぐ売りに出してたんで、うん、ギャンブル行くがためにほとんどなんかスマホとか SNS とかアプリとか触れてこなかったんですよね、うん、つい最近ですよ俺、だから LINE やり始めたのも、あ、そうか、比較的最近か、比較的最近、 3,4 年前から初めて LINE 触るようになったから、うん、うんうん、だから本当に斉藤さんなんか怖いな、なんかね、沖縄大好きさんがね、はい、自分の高校のクラスのほとんどが斉藤さんやってたので、うん、まああれは不特定多数の人とつながるし、大半が女の子目的で男だったらワン切りするっていうやつらしいです。何、なんかちょっと気になる、調べてみようね、後で調べてみよう、はいはいはい、うんうん、漢字で斉藤さんって書いてるの、斉藤さん、普通に斉藤さんだぞの斉藤さん、はいはいはい、でな、これ読んであったなっていうのを読んでいい、はい、ロアさん、はい、ガラケーでメールとか来たら光るから、うん、好きな人から来たらピンクに光るようにしてから、あったな、ピンクに光ったらすっごいテンション上がってたなって、あったな、あったな、背面イルミっていうんかな、うんうんうん、来るんだよね、そう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 、通知の ね、光でね変えられるのあったね、今も そんなんある、いや今はねないんじゃないかな、機能的にはない気がする、だってあれめっちゃ良かったよな、でもわかるわかる、うん、いいよね、やってた、着信音変えたりね、そうそうそう、着信音変えたり、昔で言ったら着歌みたいなのでね、うんうんうん、今もその辺は着メロは変えれるか、一人メロは変えれるはず、あ、でも一人一人は変えれるのかな、設定、俺もそんなになんていうのかな、細かいことやってないからわからないけど、一人一人変えられるはずよ、一時ね、それこそガラケーの時ね、嫌いな友達というか、うん、ちょっと苦手な友達がいて、そいつから電話かかってくる時は、うん、ホラー映画の着信ありのタン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 っていう、うん、あれが流れてくるようになって、うん、にしてて、うん、怖かった
シンプルにそいつから電話かかってくるとき、うわーってなって、すぐやめたよ。だから悲しい話それその恋愛トーク関係ないけど、まあ、はいはい、そうだね、はい、その他来てますか。はい、来てます。ペーターさん、はい、俺の女の肌を見せるんじゃねえ、うん、もう夜のお仕事してるのに、うん、てんてんてんか、客として行くのはビクビクもの。あー、はい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 、そうやってね、多分乗り込んでくる、うん、いや、ちょっとつつもたせ的だよね。つつもたせ、うん、そういうのつつもたせっていうの、言うたらなんかなんていうの、うん、恋人みたいなさ感じでデートしてる、うん、してて、うん、飲みに行ったり、うん、いろんなところ行ったりしてる中で、うちに来ないとかって、うん、女の子が言うわけじゃん、うん、で、お家について行ってちょっと一緒に飲んで、うん、ご飯とか食べてたら、うん、どんどんどんって、うん、彼氏黙って、女の子が黙ってた彼氏がやってきて、うん、お前何か俺の女に手出してんだよとかって言って、お金取っていったりとか。怖っ、何それ。そうそう、そういうのなんか漢字はね、なんか女っていう字入ってた、女性の女っていう字入ってたと思うんだけど、なんかつつもたせっていうのがあってね。怖ー、ちょっとそれは怖いですね。それも一緒で、うん、多分ペーターさんが言ってるのは、うん、多分よ、多分だけど、うん、彼氏に黙ってね、うん、キャバクラとかあるいはスナックとかで働いてる、うん、彼女がいて、うん、彼氏がそれを知って、うん、スナックとかキャバクラってドレス着てるじゃん、うんうんうん、だからちょっと肌の露出があるさね、うんうん、でそこでお客さんを相手にしてるわけだけれども、うん、そのお客さん、あそこに彼氏が乗り込んできて、うん、そのお客さん相手に、俺の女の肌勝手に見てんじゃねえよみたいな、うんうん、とかだったりとかも、もしかしたらね、うん、こう、そういう夜の世界か、まああるかもしれないよね、うん、ちょっとびっくり、ビビっちゃうね、なんか、はいはいはい、はい、それでロアさん、こんばんは、はい、漫画、漫画のことだよね、うんうん、土曜日に置かれたんですか、年明けに見ようと思います。あ、そうそうそう、お願いします。12月23日にあった、うん、エムギネワンさんのクリスマスフェ、うん、フェスかな、うん、での時に、私たちメンヘラジオパーソナリティからの、うん、MC からのクリスマスプレゼントですって言って、うん、はい、山内社長、石坂まなみさんにお渡ししました、うん、はい、そうね、ありがとう皆さん、漫画ぜひなんかパラパラってでもいいから見てほしいですね。うんうんうん。でロアさん、さっきさ、さっき来たんだけど、はい、ロアさん、つつもたせ、こう書くんだって。あ、美人だ、そうそう、美人曲って書いて、美人曲って書いて、つつもたせ、女じゃないな、へえ、ありがとうございます。へえ、すごい、うん、そう、こんな字、この字でつつもたせっていうの、そうそうそう、うん、まあ、今日、せっかく恋愛をテーマにしてるんですけど、うん、僕のも喋っていいですか。いいよ、じゃあ、はい、ケンタさんの聞こうか。はい、まあね、メンヘラジオのパーソナリティを拝している私ですので、ちょっとメンヘラ的恋愛エピソードでいきますと、はい、うん、僕当時内地、愛知県の方で、うん、伝送じゃないな、まあ、なんていうの、機関従業員として、うん、出稼ぎに、施設って呼ばれるもん、ね、そうそうそう、出稼ぎに行ってた時期があって、うん、その時にね、当時まだガラケーだったんだけど、うん、メルトモとかって流行ってた時期でもあったの、うんうん、だからなんとなくなんかそういうメルト掲示板みたいなので、うん、掲示板に載ってる女の子にメール送ってたら、うん、一人の女の子が会おうってなって、うん、で名古屋にいるからって言うからさ、うん、で、あ、そ、会ったのね、その子と、うん、そしたらその子がめちゃくちゃうつ病持ちで、うつ病、はい、うん、なんていうのかな、それこそメンヘラ的で、メンヘラだったわけだね、はい、うん、連絡先交換したら毎日のように1時間おきに連絡が来るみたいなね、電話が来るみたいな感じで、で電話取らないとめっちゃメールが溜まってるとかさ、うん、そういうのがあって、でもその子は車持ってたからあちこちなんか連れて行ってくれてたのね、金持ちの娘さんで、うん、カニ食わせてもらったり、名古屋の調子偽のひつまぶし食べさせてもらったりしてて、うんうんうん、
って車で移動するんだけど、うん、車に乗りながら急にうつ症状が始まってて、うん、さ、うん、その前の車にぶつけたいとかさ、電信柱にそのままぶつけたいとかさ、うんうんうん、コンクリートの壁にぶつけたいとか言い出すのよ、うんうん、怖かったよね怖かった怖かった、マジでか。そうそう、でもなんかいきなり来るんだな。そうそうそう、激しく規定してもあれかなと思ってたから、うん、もう俺は普通に助手席に座りながら、うん、俺のいない時にやってなとかって言ってそれも結構なんか話された感じだよね。いや笑ってたよ。でも笑ってた。そうだよね。あ、まあそういうぐらいに笑わせられるのがケンタさんいいとこだね多分ね俺まだ死にたくないからさって。あ、そうかもしれない。そうそう、俺のいない時にやってねって言って、うん、あなたねそういうね笑い話に変えちゃうみたいなとこあるからそれいいかもしれない、うん、いいとこだと自負してください。ほんでちょっとだけお付き合いさせてもらったのよ、うん、で沖縄に帰るって時に、うん、その子も沖縄に来ようとしたけど、うん、やっぱり病状がちょっと重くなってたっていうのもあって、うん、俺が離れる頃には、うん、愛知県にね、うん、だから信頼してるお医者さんもその地元にいたから、うん、まあとりあえず体調良くなったらおいでみたいな感じでね、うん、俺が行くからってすぐ後を追ってくるよりは、うん、一旦離れて冷静になってもいいと思うよって言ってから、うん、それでも来たかったらおいでって言って話はしてたんだけど、うんうん、結果的にまあ向こうで落ち着いたみたいで、うん、うん、まあ元気にやってるといいなと思ってるんですけど。じゃあこのラジオを聞いてるかもしれないまあ可能性はゼロじゃないよね。ゼロじゃないからね。全国に発信してる以上はね、うん、そうそうそう、はい、リスラジで全国つつ裏裏で聞けますんで、うんうんうん、はい、まあではそんなところで楽曲紹介に入っていきたいと思います、うん、はい、本日紹介いたしますのは、はい、テレビアニメ A チャンネルの劇中歌、うん、はい、トール CV 結城葵さんでギュッとしてほしいんだ。ういはい、ういはい、メンヘラとお付き合いちゃんとしてましたよ。メンヘラとお付き合いしてたんですね。そうそう、ケンタさん過去にメンヘラとお付き合ってたから、うん、体制があったみたい。体制があったから体制ができてたみたい。抗体が抗体があったワクチン打ってた。そうそう、ワクチン打ってた。あ、そうか、はい、夏美のなんか来てます。あ、今ね来てる、はい、今ね沖縄大好きさん、うん、ガラケー懐かしいですよねって、うんうん、ガラケー懐かしいな本当ね。そう、俺だから一時絶対スマホが出始めた頃も、うん、周りはどんどんスマホに変えていったんだけど、うん、だから斉藤さんっていうのも知らないんだけど、うんうん、俺は固くなにガラケーで通していって、うん、しばらくずっとガラケー持ってたの、うん、で泣く泣くレンタカー屋さんに勤めた時に、うん、レンタカー屋のみんなでなんか LINE やってるから、うん、ここでなんかシフトの調整だったりなんかみんなで情報共有してるから、うん、スマホにした方がいいよって言われて、もうしょうがないからじゃあスマホにするわっつってスマホにして、スマホにした。そこでで売りに出した売りに出したすぐ売るしょっちゅうよマジで。だからしょっちゅう友達の連絡先紛失してたの。消えてた、うん、ギャンブラーあるあるかもね。ギャンブラーあるあるだねそれね、きっとね、はい、夏美あの話したいけど。何何何、はい、さっき言った先生、振られた先生との別れの話。ああ、はいはいはい。これはでもせっかくだから本放送に載せた方がいいんじゃないですか。本放送に載せた方がいい。じゃあ、はい、じゃあ後で言う。そうですね、はい、うんうん、まあいろいろあったですよねあったですよねって恋愛はねでもね本当にいろいろあるよ。じゃあ先生たちはさ優しいよ、うん、本当に、うんうん、精神科の先生っていうか、まあ精神科の先生その先生優しかったとっても、はいはいはい、あれだもん。だって夏がさ初めてさ、うん、先生好きって言った時もさ、うん、夏さ男の人に対してのさ、うんうんうん、嫌な思いをさまあそこそこしてきてるから、うんうん、ちょっと先生それで夏かに男不信になってるみたいな、男性不信になってるみたいなのが、自分を好きっていうことで多分そのなんて言うんだろう、
ちょっとでも回復してんのかなとか思ってくれたんだと思う、うん、すぐには振らなかったもん、はい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 、初めはなんかそんなこと言って5年後には別の人に好き好き言ってんだろうみたいな感じで冗談言ってたりとか、うんうんうん、大人なちょっと顔し方だね、そうそうそう、してたりとか、うんうん、いやでも絶対大人になってから先生のことも好きだよとかって言ってたのを、うんうん、お手並み拝見って言ってたりとかしてたわけよ、うんうん、いい先生でしょ。なんか本放送に載せた方がいいって言ったのにもう喋っちゃったね。いやまだあるんだよそうなの恋愛エピソード、うん、そういったなんかめっちゃ年の離れたなんか教師とかそういったものに憧れを抱いたことってないな、うん、あ沖縄大好きさんはさ、うん、マッチングアプリは正直怖くてできないっす。あーなるほどね。なんだろう、まあ、桜も多かったしそれで騙されて被害に遭ったって人もいるから、はい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 、俺も桜に会ったことある。はいはいはい、エスパーナで3時間4時間ぐらい待ったよ。やべえなそれ逆に怖くて。そうだよね、怖いよね。ロアさんが斉藤さんはランダムで電話がつながりますって、どういう怖い、どういうこと斉藤さん。はい始めるよ。はいはい、お聞きいただきましたのはテレビアニメ A チャンネル劇中歌トール CV 結城葵さんで、うん、ギュッとしてほしいんだでした、うん、はい、結城葵さんね、うん、最近やってるアニメ、うん、薬屋の独り言で主役のマオマオを演じてるんですけれども、うん、おあの子いいよね。いいよね、うん、マオマオいいよね。はい、結城葵さんは結構いいなんていうのか声優さんなんで、うん、はい、注目していっていただければと。夏美さんにも、はい、はい、ではエンディングに行きたいと思います。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、では夏美さんのなんか失恋、はい、先生、病院の先生に失恋したエピソードがあるということで、病院の先生にまあ告白して4回告白して5回振られて気持ち多めに振られてます。そうそう、今俺気になったね、4回告白して5回振られたってなんかもうだからちょっと気持ち多めに振られてるんだけど、その先生にね、はい、そのね、私ねちょっと昔ね拒食症だった時がちょっとあって、拒食の症状が出てた時があって、うんうんうん、ご飯食べれなくなって食べなくって、うん、なんか1ヶ月で20何キロとか減っちゃってて、うん、それで緊急入院になって入院したことがあるんですけど、うん、うん、今こんなに健康なのにね、はい、そういう時があってね、うん、で先生としてはどうしても食べてほしいわけ、まあまあまあ、ご飯をねちょっとでもいいから、はいはい、そうでしょうね。でも私は体重計の目の前にじーっとしてて、うん、食べないみたいなのが続いてたわけ、うん、それで食べたら太るじゃんって言って私が言ったら、はいはいはい、で食べて太らないから食べて大丈夫だからって、うん、カロリー計算してあるからみたいな、うんうん、で食べて太ったら僕のことを100叩きの刑にしていいよみたいなことを言ってたわけ、うんうんうん、分かった、じゃあ先生よそれ絶対約束ねって言って、うん、それで約束したわけですよ、はい、で私はご飯食べるようにしたの頑張って、はいはいはい、ちょっとずつ、うん、したらやっぱ体重増えてきたわけ、うん、でその頃にね、ちょうどその頃に先生がその、うん、なんで外来とかそういう病棟で担当を持たないで研究室に回るっていう話が出てて、うん、で先生がいなくなる、もう主治医じゃなくなるんだって時に重なってて、はい、で私がもう最後の診察の日に泣きながら、もうこれが終わったら先生に会えないわけ、もう、はいはいはい、大きな大学病院だったけど、はい、先生に会えないってなって、うん、でも先生100叩きの刑にしていいって言ったよねって言って、うん、した先生が100回叩いていいよって言って、うん、くるっと背中を向けたわけ、おで、あ、触っていいんだと思って、もう先生に触れるなんてないからさあんまり、はいはい、で触って本当に1,2,3,4って本当に100回叩いたんだけど、おでそれがでも
98、99ってこう亡くなるたんびにさ、もう先生との時間が終わるっていう、うん、この切なさ、わかるかな、伝わるかな話すの下手くそだな90、91、92、93っていうことにもうなった先生と別れの道を歩いてるんだと。まあ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 、そう、はい、それで、うん、最後99、100の時に、はい、先生の頭にポンって乗っけちゃって、おう、ありがとうありがとう先生に言ったわけ。でドバーって泣いて、うんうんうん、もう行きましたよ。ああ、まあ失恋と一緒にちょっとお別れ、物理的なお別れがあって、うん、ああ切ない恋の思い出でしたけれども、でしたけれども、はい、まあそんなこんなでメンヘラジオは終わりです。はい、ではお薬飲んで寝ろー。